昭和10年にここへ、うちはね、親父が静岡県の出身なんですよ、伊東市の。で、おふくろが田園調布なんですよ、東京都の。で、そのなんかうちの親父さんが大工なんで、たまたまなんか隣の家を増築かなんかの工事に、行ったみたいで、それでその隣にうちのおふくろが住んでたんで、なんかそこでなんか一緒になったらしいんですよ。それでね、うちの確かおふくろはね、12人兄弟なんですよ。で、うちの親父が何人だろう、7人、8人兄弟かな。なんか一緒になって、田園調布に住んだらいいんじゃないかっていう話になったらしいんですけども、うちの親父が何だって兄弟が多いんでね、何かあった場合に大変だっていうことで、うちの親父は辞めちゃったんですよ、田園調布に住むのを。それでじゃあどっかないかっていうことで、なんかこっち来たら、たまたま今の現在住んでる場所に昭和12年にこっち来たんですよ。で、うちの周りでも最初のうちは2軒、3軒ぐらいしかなかったのかな。で、親父が全部家を建てて、おふくろの兄弟が瓦屋さんだけいなかったんですよ。あと、同好屋だとか、車間屋だとか、そういう感じのあれはほとんどいたんで、それでうちの親父が家を建てて、全部その身内の門に頼んで、それでやったんですよね。その頃だとほとんど田んぼばっかりで、砂利に石が多くて、でよくうちの親父も途中からサラリーマンに変わったりなんかしたんですが、その時雨が降るとね、何月駅まで向かわないとね、帰ってこられないんですよ。もうなんかセメント練ったみたいなドロドロなんでね、こんな砂利道ですから。それでその頃は自動車なんてないし、それでそれでやったんで、よく迎え行ったりなんかしてましたね。それが一番頭に残ってんのかな。で、昭和24年ぐらいに親父がサラリーマンに転向したんで、その前は私なんか土日なんかないんですよね。大きい仕事はやらないんですけども、小さいやつで台所の少しあれを伸ばしたとか、ね、増築だとか、なんかそういう程度しかやんなかったんで、だからそんなに朝早くから自転車でこいで、道具箱を後ろに積んでさ、行くんですよ。で、その頃ちょうど綱島からバスが出始めたんで、で、下田の方までバスで行くようになったんで、で、その頃はもう、仕事場先行った時には自転車積んでた道具はもう帰りにもう何日かが来るんで分かってるから、そのまま道具を預けて、だからバスで行ったりなんかしてましたね。うちの親父はね、骨董品が好きだったんですよ。だからなんかそういうものを見つけるとすぐに行くんですよ、そのうちへ。だから昔の越生瓶のとっくりだとか、なんかそういうのが大好きで、すごくあったんですよ、いろいろと。そう。で、なんか話聞いて、そこのうち行ったら、なんか別物があれば、それを見てきて、またなんか買ってきたり。で、自分でその箱を作っちゃったり。だから、なんていうの、傘。昔が大名がかぶってた。ああいう傘もね、どこからか仕入れてきて。で、それも全部箱を自分でガラスが前で入るようにして、だからそういうものが作るのはお手のもんだから、だからやって、そうそうそうだ。なんか私が小学校入学すると同時に、私は4月に入学して、その年の8月に親父がサラリーマンに転校したんで、でその時になんかいろいろ人に聞いちゃう、なんかすぐそこへ飛んでったり。で、そうなると今度は地方にこう回るんで、その行った先行った先でそういうものを探し歩いて、長瀞行って、
あの変な薄いこんなような石がなんか河原に落ちたり落ちたりなんかそれあれがあるんで、そういうのをやつが集めて今度は会社の車で東京へ帰る時に積んできてもらって、でうちの風呂場の壁が全部それで作っちゃったんですよ。そう、そんな親父でしたよ。